よろしくお願いします。まずオフィシャルからなんですが、試合後の率直な感想をお聞かせください。もうちょっとできたかなと思います。対戦を終えて相手の印象は違いましたか？そうですね、相手の印象は変わらなかったですね。おっしゃる最後なんですが、試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいましたら挙手でお願いします。今日自分の中でこれはよくできたと、もしくは逆にこういうのをしたらできなかったと。できたところは打撃で向き合うことはできたかなと。結構冷静に初めてこう打撃をちゃんと向き合えたかなと思います。できなかったところはちょっと決めの練習とかを結構してたんですけど、ちょっと腕十字とか下から狙われるのとかが、前回の田端選手と一緒のセコンドの方がついてたので、ちょっと腕十字のプレッシャーがあって、ちょっと決めにいけなかったなという反省点がありますと。打撃がすごい強くて、組は力負けはしないかなと思ってたんですけど、逆というか組もすごい力というか対応されてたなとは思います。どうですか、試合前はその去年の自分とはクラブの前なんておっしゃったんですけど、実際やってみて自分の成長というのは確かに見られたりしました。そうですね、多分、去年と比べて、相手が全く違うので、実績もある選手ですし、その相手に勝てたということは、みんな、が自信持っていいんだよって言ってくれたんですけど、そこは自信持って、いいのかなとは思います。はい、成長できたかなと。はい、先ほど先ほど考えられないとおっしゃいましたけど、自分の中では2020年はこうどのくらいの位置まで、来たと思いますでしょうか？今回の対戦でやっぱり自分の未熟なところとか、あとは回数を重ねるごとに逆にこう思いっきりいけなくなっているところとかがあって、ちょっとどうすればいいかなっていう感じで、今はちょっと先のことはもう全く考えられないです。質問2つあるんですけど、まず1つ目から、その今回の相手というのは同門の山本美宇選手が2回戦っている相手ということで、いろいろ対策をしてきたと思うんですけども、ね、実際に戦ってみてこれが違ったのか、これが想定通りだったかなというのは何ですか？やっぱり打撃は想定通り手をこう結構出してくる相手で、そこは想定通り、実際想定外だったのが、
やっぱ組ですかね。組もうちょっとコントロールうまく、ちょっと今回テイクダウンにあんまりテイクダウンするのが逆に下から十字が来るんで多分狙ってるだろうなと思ったんで、テイクダウンするっていうよりかバック取ろうっていう方向でやってたんですけど、思ったよりこう、コントロールできなかったですね。はい、2つ目なんですけども、さっきの質問で、ちょっとこれからどうしようかなみたいな悩んでるみたいな話があって、なんかとしてはちょっと爆発したいなっていうところだと、なんか自分でくすっていう感じなのか、それも慎重にやっていきたいなっていう感じ、もちろん、あの、アイスショーのエクスポーズは、そうですね、先輩のみえちゃんとみえちゃんにアドバイスいただいて、ちょっと考えたいなと思います。他に質問ある方いらっしゃいますか？Congratulations about your victory. I have a just simple question. Did you believe it's premature to you thinking about big fights? Because you know Japanese girls take the whole division in this weight class, and probably did you have some opponents in the future? Probably Kana, Sakura, or Rena. ですけども例えば、ビッグファイトを組むというのにはご自身としてはまだ早いというふうに感じたりしているんでしょうか。またあと今後戦っていきたい選手、例えば朝倉選手、神田選手ですとか玲奈選手とかといったような女性選手と戦いたいというような意思はありますでしょうか。そうですね、なくはないんですけど、やっぱりまだ1年しかやってない、MMA 始めてからもまだ1年3ヶ月しかやってないので、今回の対戦相手がやっぱりもう10年ぐらい MMA やってる選手で、カンナ選手もレナ選手も4年ぐらいはやってます、と思うんで、やっぱりまだちょっと足りないのかなって思うところが結構強くて、今回の試合ですごい強く感じて、1年3ヶ月で逆に挑戦してもいいのかなっていうところがあって、いずれかはもちろん挑戦したいと思ってます。はい。It's not that I have, you know, any or no thoughts of you know, maybe fighting them, but I've only had experience of 1 year and 3 months. Andy's had an experience of 10 years. I think Kanna and Rena have about 4 years experience, so there's a difference in experience. So I still need to grow. And I feel sort of reluctant to say at this point that, you know, I want to challenge them. Maybe in the future, of course, if I have the opportunity, I would like to do that. 他の質問ある？試合前までにこう描いていた一番こう理想的な勝ち方というのは、どういうふうな技でどういうふうに勝ちたいっていうのを、今回はグラウンドで、決める技をいっぱい練習してきたので、結構グラップリングを今回はやり込んできたので、グラップリングで本当は決めたかったんですけど、下からの十字が怖くて、
なければこちらで終了したいと思います。ありがとうございました。